えますかこれ、下がもうすごいね、これあの高いとこダメな人はダメだろうね。これはやばいでしょ。楽しいね、ここ。でもやっぱりこの道もかっこいい。本当これ海の透明度がすごいね。すごい綺麗。見てきたよ水。いやーすごいね。本当にぐるぐる巻いてるもんなんですね。なんか。他の人に言わせると今日はあんまり巻いてなかったらしいんですけど、いやそれでもうずうずしてたでしょ。うずあれだね、いわばここ一体全て洗濯機みたいな、ここ洗濯機、下全部洗濯機ですね。それぐらいのうずを巻いてました。工事の人、お疲れ様です。お疲れ様です。次はね、違う展望台に来てみたんですけれども、こっちはもう橋メインって感じですよね。ぶわっと橋ですね。すごい、このスケール半端ないですね。どうやら浜の方に降りられるらしいので、ちょっと今から行ってみます。なかなか過酷な道だよ。あんま見えないと思いますけど、すごいね、クモの巣が張ってますね。すごい道に降りてきたよ。なんかさっきから下でさ、カサ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 言ってる船虫。見て、船虫がでかい。何こいつ。おい。見て、でかっ。船虫かと思ったらトカゲいました。トカゲさんでした。磯の香りがします。わーい、海だよ。すごい大行進してるよ。船虫の大行進。突撃。うわーすごい、めっちゃさーって逃げてた。うわーすごいわ。めっちゃ気持ちいいっす。やっぱりね、海っていいよね。岐阜は海がないから、海見るだけでテンション上がるんですよ。そして鳴門海峡、そしてたくさんの船虫。素敵なところだね、徳島。お銀の旅もいよいよ最終回。つーか台風くるくる行って結局ねえじゃん。くるくる詐欺かっつーの。次回お銀台風と直接対決。お、台風来たー。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしました。